皆さんおはようございます、竹下です。今朝1年ぶりにですね、春日中川の経営者の集いに早朝から参加をしてきたんですが、素晴らしい気づきを 得ましたのでシェアしたいと思います。きっと私と同じような思いになっている方がいらっしゃるんじゃないかなと思ってのことです。実は2年前にですね、朝本当に4時過ぎとか5時過ぎ前から出て行って、スタッフの梅崎とともによくモーニングセミナーというのに通ってました。そこ片道1時間かかるんですね。でもその1時間の間にいろいろ梅崎と話すんです。家族のこと、仕事のこと。その往復2時間の間に、間に1時間はその他の方のスピーチがあるので、その振り返りシェアも含めてですね、コミュニケーションを取る時間がしっかりありました。でも私がそのアチーメントのいろんな学びの中に出てくる中で、私一人行くもんですから、梅崎とのスタッフとの時間がだんだんなくなっていったんですね。あ、しまったって気づかされました。なぜ今スタッフが一生懸命働いてくれるのかっていうと、しっかりコミュニケーションが取れてたからなんですね。思いを同じにして、本当に理念浸透、気持ちが一つだったから一枚岩だった。それがだんだんこう私ばっかり学んでって、こうスタッフをうまく引き上げようとしてたというか、心が通い合わせる時間がなかったんだっていうことに今日気づかされまして、だから一緒にやっていくんだっていう気持ちを通わせるこの時間が本当大切だなって気づかされました。それを今後やっていこうと思います。もっと一番身近な方とこの話す時間を大事にする、それが私にこの1年間欠けてたのかなって、たくさんいろんなところに講演とかに行って勉強させてもらいました。本当にそれはいい経験でした。でもちょっとこれから時間の使い方を変えて、もっと身近な妻、スタッフ、子供たちとの時間をですね、もっともっと大事にしていきたいって、そう気づかされた朝でした。クラウドファンディング残り1週間になりました。たくさんの学びをこうさせてもらったクラウドファンディング、本当に感謝しています。第2目標の300万までですね、まだまだあります。日にちもあります。もっと勉強して、そして皆さんに勉強したことをこう学び伝えて、それが私の社会に対する役割、使命だと思って、そして皆さんとこうつながってますけど、皆さんの役に立つような人間になっていくことが私の恩返しだと思ってますので、ますます学んで磨いていきます。今日も一日精一杯頑張ります。明日は柳川の花火大会に出展して、とにかくたくさんの方々の幸せに貢献したいと思います。今日も一日よろしくお願いします。以上です。